アリガチズム。賢者タイムにありがちなこと。あー、やっと今日で繁忙期が終わった。仕事しんどかったし、今日は可愛い女優で気持ちよくなるか。最近してなかったし、今日は2回ぐらい抜いちゃうか。さてと、どの子にしようかな。数分後。無理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 、2回3回ぐらい連続でいけるだろうと思う時でも結局1回で終わっちまうんだよな。2回以上なんてすぐ抜けるわけがない。抜く前は2回くらい余裕だと思うが、した後はそんなこと考えられないがち。やっほー、お家に遊びに来たよ。おー、待ってたよ。今日も可愛いな、ほんと可愛いな。なあなあ、もう早速やっちゃおうよ。もうするの？先にシャワー浴びなきゃ。慌てないの、ちょっと待ってて。数分後。今日何時に帰るの？はぁ、おめえ、私がここに着いた時のあの情熱はどこに行ったんだよ、こら。する前は相手が可愛く思えるが、した後はいつ帰るのか気になりがち。ほう、賢者タイムってクソだな。いやぁ、この間さ、友達としたんだけど、賢者タイム突入してどうしていいか分かんなかったわ。わかるわ、やっぱり男には賢者タイムはつきものだよな。賢者タイム？俺にはそんなものないぜ。はぁ？ないだって？どういうことだよ。俺は一回出してもすぐまた硬くなるのさ。だから連続で何度でもできちゃうんだ。お前、もはや賢者を超えて神の領域じゃねえか。ゴッドタイム。してもすぐまた硬くなる男は神の領域へ行っていがち。ふぅ、はぁ、すっきりした。ねえ、私も超気持ちよかった。あ、ごめん、今ちょっと抱きつかないで。え、今はちょっとそういう気分じゃないっていうか、うん、ちょっと冷静になりたいっす。はい。あー、そうなんだ、へえ。何こいつ、ピロートークぐらいしろよ。ピロートークってむちゃくちゃ大事なんだぞ、この野郎。その縮こまったシンボルキューリー取ってやろうがって言ってやりたいけど、落ち着け私。はぁ、した後は体も触ってほしくないがち。やかってすぎんだろう、おい。もうね、聞いて。何？どうしたの？この間した男が、終わった後の行動がもう超ひどくって。あ、それって、賢者タイムってやつじゃない？知るか、そんなもん！賢者だかちゃんじゃだか知らないけど、あの態度はマジでないわ、マジで。てか、賢者なら賢者らしい行動しろや！めちゃくちゃブチギレてる。賢者タイムは女性には理解してもらえないがち。今日はっと。有名女優で楽しむとするか。そうと決まれば、さあ準備準備。数分後。ふぅ、ごちそうさまでしたっと。キャン、この女優、なんでセクシー女優になったんだろうな。抜いた後に女優がなんでセクシー女優になったのか真剣に考えがち。どうせ今日も今触ったりしたら触らないでとか言うんだろうな。どうしたの？ん？あ、いや、喉が渇いてさ。ああ、ってあんた、またパンツ裏表反対に履いてるよ。ん？ああ、本当だ。いや、頭回ってなさすぎでしょ。大丈夫か、こいつ。賢者タイムとはいえど、した後は IQ が3くらいになりがち。聞いてくれよ。どうした？何かあったのか？俺、昨日初めてハード SM ものを見たんだけど、俺、それ見て抜いた後、すごいひどいことした気分になってよ。ふぅ、友よ、それも賢者タイムにありがちなことなのだよ。ハードものを見てした後は、女優にひどいことをしたという気持ちが生まれがち。ねえ、あんたの家、いつも思ってたけど、ちょっと汚くない？ちゃんと片付けとかしたらどうなの？そうかな。ちゃんと掃除してるはずだけど。嘘でしょ？だってこんなところに鼻かんだティッシュ落ちてるけど、これのどこが掃除してるのよ。ああ、それは賢者の石だ。さっきしたから。ん？賢者の石？ハリーポ、ああ、最悪、なんてもの拾わせるのよ。し
のティッシュは賢者の石と言いがち。賢者タイムって、どうにかならないものかね。何？賢者タイムは女性に嫌われる可能性があります。そうなの？じゃあどうすればいいんだよ。なんだと、やった後はピロートークが大事。そっか、女性にとってはピロートークって大事な時間なんだな。てか魂抜け切った状態でできったよそんなもん。ピロートークが大事というが、自分にできる自信がないがち。今日はお店の女の子にしてもらうかな。というわけでやってきました。どうも。お、かわいい。数分後、やっぱプロの腕はすげえな。はーい、ありがとうございました。店の女の子は抜いた後ドライな感じで逆に助かるんだよな。店で抜いてもらった後、女の子がドライな対応で逆に助かりがち。はあ、今日もすっきりした。うわぁ、一人だけ気持ちよくなってやがる。私全然すっきりしてないんですけど。はぁ、あ、2回戦がしたい顔で俺のこと見ている。ここはひとまず寝たふりしないとまずいか。寝たふり、相手が2回戦をしたそうでも気づいていないふりをしていがち。おい、こら起きろ、2回戦するぞ。はい。そしてそれはバレていがち。ねえねえ。ん？どうした？なんかニコニコだな。さっきしてる時に私に好きって言ってくれたよね。ああ。待て待て、俺そんなこと言ったか？嘘だろ、記憶が全部抜けてるぞ。てかやってる最中のことなんて覚えてねえよ。賢者タイムに入ることによって最中の記憶が全て吹っ飛びがち。あ、疲れた。もう無理。どうだい？僕はまだまだ元気いっぱいだぜ。いや、その、いや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 、もう触ってほしくないんですけど。あ、待って！これがいわゆる、賢者タイムってやつなの。なるほど、こういう感じか。女性にもふとした時に賢者タイムが訪れてきがち。今日も抜いてしまった。もう俺は何をしているんだろう。今って何時だっけ？夜中の2時半。俺明日仕事なのにこんな夜中に何してやがるんだ。仕事の前日に抜くと自分は何をしているんだと頭を抱えがち。はぁ、疲れた。そうだね、私も。今日も2回戦欲してたらどうしよう。それにピロートークとか期待されたら。でも大事なんだよな。で、あれ？疲れた。ツイッターでも見よっと。ああ、気にしないで。スマホ触りたいから。あれ？なんかいつもと違う感じだな。まあ結果オーライだけど。自分にも賢者タイムがある女は男の扱いを分かっていがち。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。